ました浅野。新加入選手もたくさん入ったので、本当に一人一人持ち味は練習の中から出してくれているので、また新しい札幌のサッカーで見せれるんじゃないかなと思います。名前も変わってダイワハウスプレミスドーム、真っ赤っかなドームの中で試合できるのは本当に幸せですし、とても大事な1試合になってくると思うので、何が何でも勝ちたいなと思います。スポチョークからいいボールが入った、浅野切り返してシュート。夏休みなので皆さんのいい思いになるような試合にしたいなと思いますし、たくさん入ったドームの雰囲気で試合は僕らもしたいので、ダイワハウスプレミストドームへぜひお越しください。待ってます。